優れた血統を後世に伝えるべく、優秀な種牡馬を掲揚し交配することを目的として作られた牧場スタリオンステーション。強い競走馬を作るため、優れた血統を後世に伝えるため、これからの日本競馬発展への鍵はスタリオンステーションが握っているのです。現役時代に輝かしい功績を残した馬、優れた血統を受け継いだ馬だけが種牡馬として掲揚されているスタリオンステーション。競走馬が持つ優れた血統を次の世代、さらに次の世代へと伝えるため、種牡馬の管理・交配業務に力を入れています。サラブレッドは血で走るという言葉があるように、競走馬の能力は血統と密接な関連にあると言われ、特に父馬である種牡馬の血筋が重要と考えられています。毎年中央競馬、地方競馬合わせて数千頭の若駒が華々しくデビューしますが、種牡馬になれるのはほんの一握り。スタリオンステーションに掲揚されている種牡馬たちはそれほど貴重で価値のある存在なのです。日本最大の馬産地として知られる胆振日高地方には、主要9つのスタリオンステーションが存在します。繁殖牝馬を使用している牧場からの申し入れを受け、2月から7月のシーズンで約1万1000回もの交配業務が行われています。 JBBA 日本競馬協会は1955年の9月に設立されまして、全国の生産を行う個人会員からなっている組織です。主な業務はですね、ここで行っておりますような種付け業務、大きな柱となっております。まず導入の時点では、どうしても今国内の血統が主流になっておりますので、海外から新しい血を導入しまして、血統の偏りがないような構成になるように考えております。また普段の種牡馬の管理では獣医師もおりますので、獣医学的なアプローチからの管理、あるいはですね、環境整備、さまざまな対策をとっております。種付けに関してはさまざまなアクシデントが想定されますので、どのようなことにも対応できるんですね。できるだけ高価な種牡馬が事故のないように、あるいは来場した牝馬が事故のないように、さまざまな対策を考え策を取っています。またアラブ首長国連邦ドバイに拠点を構えるダーレーグループも、馬産地日高にダーレージャパンを設立。世界で培われた知識と経験を生かし、グローバルな種牡馬事業を展開しています。日本の競馬はもちろんね、今現在の世紀のトップクラスです。凱旋門とかダバイワールドカップとか、香港のレース行ったら勝つの可能性はすごく高いです。日本の血統ね、サイアラインね、例えばもちろんね、サンデーサイレンスラインね、ディープインパクトとか、もうこの馬はね、もうすごい、能力あるね、日本の血統すごくリスペクトある。景色も綺麗です、空気も綺麗です、お水もいいです。馬はね、もうリラックスしてくるね、いいリーリングところと思いますわ。他にも、社大スタリオンステーション、ブリーダーズスタリオンステーション、優春スタリオンステーション、ビッグレッドファームスタリオン、レックススタッド、アロースタッド、イーストスタッドなどが存在。約280頭もの種牡馬が各スタリオンステーションに掲揚されています。また一般見学ができるスタリオンステーションもあり、現役時代を懐かしむ熱狂的なファンが全国各地より足を運びます。
さらに北海道競馬や地方競馬ではスタリオンシリーズ競争が開催され、優勝馬の馬主や生産牧場に対して種牡馬の翌年種付け権利を副賞として贈呈。優れた血統を手にすべく白熱のレースが繰り広げられます。ジャパンブリーダーズカップ協会、通称 JBC 協会が企画運営を行い、北海道競馬や地方競馬の集客売上拡大に大きく貢献しています。ここからはスタリオンステーションで働くスタッフの一日を紹介していきましょう。まず朝5時から買い付けを行い、調子の悪い馬がいないか、飼料はちゃんと食べているかなどを確認し放牧に出します。次は馬房の清掃です。ボロや汚れた部分を取り除き、藁やウッドシェービングなど寝床を整え、新しい敷料を補充します。夕方になると放牧していた馬たちを厩舎へ入れ、息遣いや歩様に異常がないかをチェック。馬を清潔に洗い、丁寧にブラッシング。馬と人がコミュニケーションを取る重要な時間にもなります。最後に買い付けをして一日の仕事は終了です。一番大切にしていることは馬の健康管理ですね。10日に1回体重を測って、餌の増減を調整したりしてます。自分が携わった馬が、大きいレースを勝ってくれるのは楽しみです。さらにその馬が種牡馬になって戻ってきてくれる、そういうのも夢があります。種付けシーズンである2月から7月は1日3回に分けての交配業務が行われ、種牡馬はもちろんスタリオンステーションが最も忙しい時期となります。強い競走馬を作るため、優れた血統を後世に伝えるため、18世紀から続く競走馬の歴史に終わりはありません。スタリオンステーションで受け継がれる血と汗の結晶は、日本競馬の明るい未来へとつながっているのです。